っしゃった、やったやった。はい、今日の塩ロットが、まずこちら極み10から4号本流ですね、こちら極みシリーズ今まで 3.3 メートルと 3.8 メートルあったんですけど、今回、本流塩やまたは陶器の釣り場用に、開発された 4.5 メートルの、新しい極み10からになります。ラインがですね、レベルラインの 2.5 号、長さがですね、サオチリから約30センチほど出した感じですね。はい、でハリスがこちら、今日は 5X 0.8 号ですね。こちら約 1.5 メートル、この仕掛けで、今日は釣っております。でフライはですね、針が、14番の針で、自分から見て視認性のいいような毛針を主に使っています。水面で食った。ちなみに今使われてるちょっとフライというか、でちょっと手元をちょっといいですか、上げてもらって、どういう形ですか。ストックが14番のフックなんですけど、タングステンのちょっとカラーのビーズですね。なるほど。はい、でこれはモールの毛糸を巻いただけのものなんですけど、ここの陶器の箱しが一番反応しやすい、僕の中でですけど反応しやすい毛張りですね。で視認性もいいので、この時期こうサイトの釣りになるのでどうしても、なんで見やすい色に、してます。わかりました。おっと、畳んだ、さすが。うん、これは元気。岸に上がってくるとまたそう、またスイッチが入っちゃう。
構曲がりますね、ロットが、はい、これが新しい、これもあの極みシリーズもこれ3本目、うん、3.3、3.8 ってあるんですけど、はい、もう極みシリーズのこの曲がりが一番特徴で、はい、この柔らかさ、通常の本流用の天から竿と一番違うところっていうのはその曲がり、曲がりとやっぱ軽さですね。あ、軽さ、はい、天から釣りってキャスティングの回数がとにかく多い、多いですよね、はい、うん、一日中振ってるとやっぱり重たい竿って疲れちゃうんです。確かに、はい、すごく太くね、ブランクス太いんだけど、はい、肉薄なんですね。肉薄です。あ、過去の 3.8 メートルの三八ってあったんですけど、はい、それ結構みんな箱押しとか本流とかで結構折られちゃってるんです。あ、なんとかならないかなっていうのを今回この本流用の4箱っていうのね、すっごいなんか綺麗に曲がったから、はい、曲がりのバランスはもうとてもいいんで、うん、なるほど、はやった。本当に浅いですね。慎重に慎重に。頑張れ。慎重にね。首が浅いのが気になる。わあ、いい魚。あ、いたいた。綺麗なレッドバンドですね、はい、ありがとう。今日はですね、天から竿、本流の天から竿、極み天から4号の本流でですね、上野村の箱寿司を攻略ということだったんですけども、土日挟んで、まあ、今日月曜日かなり渋い状態だったんですけど、なんとか両肩をですね上げて、満足する釣りができたと思います。極み天から4号かなり引きの強い箱押しにも対応できる竿になっているので、今後、これからのシーズン本流ですね、よかったら使ってみてください。よろしくお願いします。